教霊院で一番教霊院で、ま、この知恵の伝道で、それに教例えばこのスメール古代建築史っていう本だけど、これには僕の残した分析があるぞ。ん？どうしてここにアルハイゼンの地が？あいつこんな本も読んでいたのか？あ、思い出した。共同研究の時だったか。そういえばあいつからは聞いていないよな。僕たちは当初ここで知り合ったんだ。あの時宿題をしに知恵の殿堂に来てみたら、あいつが一人あそこの本棚の隣に座っていた。周りで知論派の学者たちが議論していたけど、あいつは参加する気もないみたいで、ずいぶん目立っていたな。これは僕の思い込みだったんだが、あいつが何かトラブルにあったのかと思って親切で声をかけたんだ。それがまさか。トラブルにまみれていたのが自分の方だったとは、だろ？アルハイゼン！なんで君がここに？ここは公共の場所だ。だ、君は資料…君は挫折し落ち込んでいる。ここにはいくつか書類…確かに興奮…本人…別に隠す。学生時代、意見の相…それより…君だ…なるほど。ところでか…ん？それが君、感謝の子だから。はあ？許せない。君たちここで待ってろ。何としてでも本を探し出して元の棚に。待ってろか。さっきの話では嫌がらせ。客観的に言わせてもらえば、それは事実だ。それはコンスメールにはあいつほど、もうはっきり、もちろん性格というのは人それぞれだ。助言したと。少しいなくなった間に随分盛り上がっているじゃ。どうかな。それよりこれを見ろ。82ページだ。見たか。この程度。僕の自分で戻してきたらどうだ。いろいろな本に落書きをしていたからだ。おい。あ、そうだ。なんだ。うん。デザイナーがいいものな。俺もスコーに。確かに。ほら、いっさ、今度は俺。結構だ。